うちの犬がテレビの三輪明宏に吠えてて笑いました。三輪明宏が歌い出してからずっと犬が吠えてるってライン来てめちゃくちゃ笑った友達もいました。近所の犬がめっちゃ吠えているなどの声も聞いたことがあります。猫も起きてきてテレビに釘付けになったとか、テレビに猫パンチかました。なんて話もあったりして。なんか三輪さんのね、あの私の友達がね、三輪さんのが流れた途端に、はい、飼い犬がすごい吠え出した その話を友達にしたら、うちもそうなんだって言ったから、私があのネットで三輪様、はい、犬で検索したらすごいたくさん上がってて、いや私去年実はお会いする機会に恵まれました。お話しさせていただいて、三輪さんも言ってらっしゃって、犬で私もちょっとお会いする前の日に聞いてたんですね、三輪さんの曲。えこれ有名だったの犬が吠えるっていうなんか動物が反応するっていう反応しちゃいけない。でそれ実は前日に私音楽聞いた時に、うちの飼い犬が、うん、あのソファーの向こう側からピョコって出てきたんですよ。なんでだろう、そうだったんですよって話した時が。母ちゃんのためなら円安ドラ高ドラ高だよ。わけが分かる。母ちゃんのためなら円安ドル高。三輪明宏さんですよ。三輪明宏さん。三輪明宏さんはもうなんか男性というかもう超えて女性というかね、超越した声ですからね。なるほど。霊覚を高く保ってください。なんですか霊覚？人間には、はい、魂の核、人間には魂の核、そっちの話か、はい、難しいね。霊覚を高めていただく。なるほど。そう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 。で口の方はちょっと柔らかく、はい、高めていただく。真面目にやれよ。なっつって先輩真面目にやってんだから。先輩真面目にやってんすかこれ今怒られてどんなに真面目にやったってふざけたって思われちゃうから今ふざけてても怒られて、はい、悔しいの方でやってんだから。清水明宏からいきたいと思います。はい、ではオーケーお願いします。あまずは本人、あそうだね、まずは本家をまず聞かないとだ、はい、そうですね。まずは本家の本人の歌声をお聞きください。傲慢でした、すいません。聞いていただいたのは愛の日本語の詩は三輪明宏。曲送りまでしなくていいですから三輪さんといえばですね、やはり重厚感が違う、神秘的であるということですね。いたよね、ああいう人クラスに、いやいないでしょっていう感じの方です。絶対今までも会ったことのないタイプだと思います。そのくらい貴重な存在でありますので、ここは一つ丁寧にモノマネを学んでいってください。一つ一つ丁寧に学んでいってください。よろしいですね。まず一番大切なことはですね、肺で話す、喉でもない、かといってお腹でもない、肺で深くお話をする、深く響かせるという感じですね。メイケーメイケー、これはまあ返事のようで、かつての三輪さんのヒット曲のタイトルでもあります。犬がなんか鳴き始めたんですけども不思議ですね。そういうわけで三輪さんのモノマネはですね、あのもう一つ胸で喋る以外にもう一つありまして、それはミドルな声で喋るということでございます。表の声、裏の声、両方皆さんお持ちだと思うんですけども、表の声が例えば今も聞こえるよいとまけの歌だとすると、裏声が今も聞こえるよいとまけの歌、張り詰めた弓の、夕べのもののけ姫がまだ残っているようです。これは私からのサービスでございます。犬が鳴いてるのがちょっと気になりますけれども、皆さんも犬が鳴くほど三輪さんの声に近づくように頑張ってみてください。震えすぎて音程が分かんなくて、ちゃんと最後まで我慢して
慢できなかったあなたの方じゃないですか。歌になってないよ。なんなん、ちょっとごめんなさい、人が真面目にやってんだから、はい、真面目になって土屋さんを、はい、やってごらん。わかりました。土屋明宏なんてあります。愛の賛美。ここは針も難しいね、これ、はい、ね、ここですね。いや、もうちょっと、高く青い空が落ちてきたとしても、対馬亜紀、バカか、バカなり、森進一、帰る北川さんじゃないんですから、やめなさいよ、帰る北川さんじゃないんですから。急にスパルタで鍛えようとしないでください、その手法。やったことないんだから、その千本ノック形式。森進一急に飛んできた変なのが。でもなかなか良かったですね。さすが、ありがとうございます。対馬亜紀の家系ですよ、さすが。さすがですね、難しいな、これでも。花輪明宏、三輪信行。いやいや、知らないよ、そっちで。急に怒る人気持ち悪い。花輪明宏じゃダメなんだ。なんでって本当になんですか、森進一だちょっと北海道の見えるわ、やめてよ、襟裳岬見えたわ今、ちょっと北海道見えるわ。めちゃくちゃです。お願いしますよ、本当。難しいな。難しいな。難しい。